お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。今日は派手なゴルフでしたね途中でいくつ出たのかいくつ取ったのかって分からなくなるぐらい。ただ1日で、ね、あの2日あ2回と2回イーグルが出るっていうのはめったにないことですし、まあ、そういう意味で自分ちょっと驚きもありますけど、16番のイーグルはどんなイーグルだったんですか？16番のイーグルはティーショット左のラフで、はい、今130、確か6か7だったかなと思うんですが、うん、アプローチウェッジで打ったのが手前から転がって入るのが見えたので気持ちよかったですね。まあ、その前ね、ダボ打ってそれでイーグルが来て、はい、でまた今度折り返して、はい、今度7番でイーグルでしたね。ドライバー打ってセカンド187ヤード6番アンで本当に80センチぐらいですかね。本当にいた、これは本当に今日の一番のショットじゃないですか、ね、ショットですね、はい。で最後がちょっと僕らとしてはもったいないと思うんですけども、もったいないですよもったいないです。ただ精一杯やった中 あのダブルボギーになってしまったので、うん、まあ、これ今の自分の、まあね、調子自体のものなのか、うん、こちらのゴルフ場の難しさというものから、うん、18ホールしっかり耐え切らなくちゃいけないという、ま、肝に銘じられてやらなくちゃいけないということがあったり、ただいい加減に打ってないのでしっかり受け取ります。ダボ2つでしたけど、はい、あのこのゴルフ場はダボが出やすいというふうに言われてますけれども、はい、どういう気持ちでやってらしたんですか、はい、あの昨日終わって、はい、で食事をしている時に、まあ、ダボ2つ目までは怒らないと、3つ目になったら怒りようというのがあのキャリーさんと話して、まあ、3パットも3度目から怒ろうという気持ちを持ちながら、やはりしっかりあの現状を受け止めながらやろうというのを今日ギリギリ切れずに済んだってことですねまあ半切れですけどねなんとかなりましたけど、はい、まあこの大会はね、はい、あの惜しいところで優勝を逃したこともたくさんあったんですけども、はい、思い入れが強いと思うんですが、うん、どうでしょうか。そうですね、あの数多くあのチャンスもあり、あの悔しい思いもありますけれど、やはりあのこういう大きなトーナメント で素晴らしいセッティングの中で戦えている自分というのはすごく楽しいですし、またこのフィールドで今年やれることが本当に何よりだったので、そういう意味ではあのそのポジション、狙えるポジションでやっぱり4日間やりきりたいですね。まあ、初日ですけれども、はい、明日以降どんな戦い方を、はい、あの今日みたいなやはり派手なボギーは多くなることは十分あると思うんですが、まあ、バーディーとかイーグルとかそう簡単に出るコースではないと思いますから、やはりあの一打を大切しながらじっくり向き合いながらやりたいです。わかりました、頑張ってください、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。どうもすみません。